こんばんは。京都癒しの旅の織戸真由美です。安藤香恵です。こんばんは。私たち今どこにいるでしょうか。はい、はい、二宮金次郎さんが目の前で本を読まれています。マスクをして、すごく暗いですけれども、これどこか分かりますか。京都好きな方だったらあーって気づかれるかもしれないですね。洋館ですね、はい、元小学校ですけれども、分かりますかね、はいはい、あそこに出てるね、京都アートセンター、芸術センターっていう名前に変わっています。もともとメリー小学校だったところですね、はい、この中はまあいろいろなものが入っていて、おしゃれなね、はい、小学校の教室でカフェをされていたりとかします。こんな夜にねふらふら歩いてるんですけれども、なかなかねあの面白いところが京都にはたくさんありまして、はい、神社仏閣以外に楽しめるところがあるの で、はい、そうですね、たくさんあるんで、ね、ぜひね、はい、私たちとね一緒に遊んでもらえたらななんて思っております。はい、今日はお月さんもとても綺麗 で、見えないかしら、こちらに出たら東に出てたのでちょっと、ね、私たち今これ西向いてるんですけれどもね、ちょっとビルがあって見えないかもしれないですね。向かいは保育園、向かい保育園ですかね、はい、ここね、このまた桜が綺麗なんですよね。そうこの前の通りはね、はい、室町通り、この辺り京都で室町って言うんですけれども、はい、あの呉服屋さん関係のお仕事されてるところが多いです。こちらですね、京都芸術センター、見えるかしら、京都芸術センターですね、はい、でこちらが京都市立明倫小学校、残ってますね、残ってますね、はい、またぜひ京都に来られたらこういった町巡りを、町歩きをしていただけたらと思います、はい、それでは失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。